はい、第5回の講義はヒーリングとは何なのかというものを科学的に解説していきたいと思います。まず基礎となる三大代謝というものがあります。これは中学校の理科などで習ったと思いますが、発酵、呼吸、光合成とこの3つがあります。で、人間も、この3つで動いております。発酵とは食事、食べることですね。腸などで、腸内細菌が栄養を吸収することです。呼吸とは、人間では酸素を取り込んで二酸化炭素を吐き出す燃焼のことです。光合成とは光エネルギーを吸収してビタミン、BD など二次栄養素を変換させることです。これらは酸素などの無機物を有機体、細胞や組織、器官などにする錬金術のようなフリーエネルギーのようなことを生命、人間はしております。ではこのエネルギーのサイクルはどうなっているのでしょうか。宇宙は有機物と無機物しかありません。有機物とは細胞などの生命ですね。草木、犬、馬、人間などです。無機物は石、土、砂などですね。一般常識から言いますと、有機物、我々生命体などは死んでしまうと枯れてバクテリアが分解してくれまして、土や砂になってしまいます。ですから私、今川杉作やリスナーさんも100年後にはただの土になっております。これは熱力学でいう一般論です。しかし我々は生きている間、有機物の時は無機物を上あの三大代謝で、説明したように取り入れて細胞などに有機物に変換しております。これを生命代謝と呼んでいます。この生命代謝の力が弱ければ老化が早くすぐ死んでしまい、強ければ、プラナリアのような生命のように、切っても切っても分裂して生きてしまう、限りなく不死に近い不老になるのではと思われます。ここら辺がヒーリングにかなり関わってきている、キーワード、生命代謝というものだと思います。で、それを踏まえまして三大健康というものを、解説したいと思います。人間の三大健康には肉体の健康、脳体の健康、精神の健康、この3つがあると思われます。これらはよく言う適度な栄養、適度な睡眠、適度な運動をとりましょう、これと深く結びつきがあります。この三位一体、このバランスが大事であるということですね。特に、肉体でホルモンバランスで決定されたものが精神における感情、これを左右してしまうというのはもう科学的に実証はされています。感情とはただのホルモンのバランスの変化であると。そして脳体でのドーパミン、これらのバランスなどが精神を影響を及ぼすという、これらは肉体は栄養と結びつきが深く関わりあり、脳体は睡眠での、調整というです言いますのか深く関わりがあり、運動は精神と関わりがある、こういう三位、健康の三位一体というものが存在します。これらは、自然の摂理でありバランス、均衡を保つのがベストであると思われますね。ですからヒーリングとはただ単に治ろうとする機能でしかないというお話でした。さらにこれらをもっと詳しく研究していくと見えてくるものがあると思います。今日の解説はこの辺で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。